映画ダバナシリーズ、失われた映画カルチャーの一つ、日本オリジナルの映画主題歌について今こそ語ろう特集。1970年代後半から80年代にかけて日本で公開される洋画に対して日本で勝手にオリジナルの主題歌を作り、それを予告編やテレビ CM に使い、天津さえ映画本編にくっつけて公開してしまうという宣伝手法が存在していました。今もたまにね、あの主題歌流れたりありますけどね、うん、この今や失われた映画カルチャー、日本版オリジナル映画主題歌について今夜はこの方に解説していただきます。映画ライターでブルースリー研究家、滝口明さんです。いらっしゃいませ。どうも。いやー、マイケルとはなんかびっくりしましたね。ねえ、あの滝口さんにいただいた、はい、レコードだったんですけど、武さんも聞いたことなかった、はい、僕も今日初めてでしたから、ね、でもまあ、はい、いい感じの曲でしたよね。合ってますよね、映画に合ってたんですけど、ね、ちょっと意外だったっていうのは、僕はもう絶対ディスコだと思い込んで、あ、僕もそう思ってましたね、はい、バイバイバイのところが怪しいなと思ってたんですけど、繰り返し最高でした ね、はい、いやでもいい曲でしたからね、いい曲です、はい、いい曲です、そうということですね、まあ、武さん、改めてプロフィール紹介させてください、はい、映画ライターにしてブルースリー研究家、映画のコミカライズ研究をはじめ、失われた映画文化、造形が深いということでございます、昨年末日の出出版から発売されたムック本俺たちの007にも寄稿されております。現在は実際に映画に出演する映画ライターとしても活動中。これどういうことですか？あ、一応ですね、ボランティアエキストラなんですけど、うん、一応毎月1本必ず出るというこれまあ、はい、募集がかかってるとこ調べて、なんかちょ、要するに群衆とかもバックに、はい、もう一番近いところで映画の撮影現場を見るというのがですね、自分に課してます。でもすごいですね、それね、なかなか勉強になってね、毎月1本ってすごいですね、これね、意外とあるんですよこれ、うんうん、意外と、はい、言える範囲で今公開されてるので。ですね、堤幸彦監督のサナタ重視出ました。これが。ちなみに死体ですけど。あ、死体。当然死体ですね、当然。でもなんか衣装着てってことですか？もう当然甲冑着てますよ。おー。甲冑も槍も持ちいいのです、ね。はいはいはい。どうかですかね。まぁ、あ、ちょっとじゃあ、竹口さんがこれは1年後にちょっと、はい。はい、まとめて、はい、はい。はい、あ、私のエキストラ出演した映画集。はい、もう来年ぜひちょっと、ご飯のうまいまずいかな。なんだその特集。はい、ということをやりつつですね、この番組は、本放送には昨年3月、ね、結構もう1年近く経ってしまいましたけど、ね、映画のコミカライズ特集、以来のご出演となります。さらに8月、ニコニコ生放送と行ったタマフル24時間ラジオで、ブルースリーの新聞広告、ね、ありました、はい、紹介していただきましたね。はい、ありがとうございました、はい、その質問。はい、そんな滝口さんね、いろいろ実は滝口さん企画というのが実はね、いろいろ、すいませんね、毎回なんか変なもん送っちゃって、お前、違うんです、違うんです。もう、竹内さん企画、いつでもどれでもいけるっていうのがね、はい、弾が揃っておりまして、まあ、満を持しての、まあ、第2弾というかね、ということでお送りさせていただいております。はい、今夜は、洋画宣伝の際に制作された日本版オリジナル映画主題歌について、実際にいくつかの曲を聴きながら解説していただきます。はい、曲を聴いていく前に、日本版オリジナル映画主題歌というその宣伝手法、なぜ生まれたのか、その特徴はどんなところにあるのかなど、ちょっと、伺っていきたいと思います。はい。ですね、まず60年代からなんですけど、もともと海外ドラマとか海外アニメのテレビ放映に際して、はい、実は日本で勝手に主題歌ってもうつけて、放送してましたよね。チキチキマシン猛レースとか。そうか、そうか、そうですよね。はい、あれで、僕らすでに体制というか、下地があったんですよ、うんうんうん。そういうもんだと。そう。うんうん。で、それプラスマカロニウエスタンの主題歌ブームとかがあって、うんうんうん、で、70年代入ってやっぱり角川映画が、はい、テレビスポットとか、うん、本とかとメディアミックスも兼ねて、はい、まあ、大量宣伝で成功を上げたと、うん。で、それを見て皆さん模倣し始めたんですけども、うん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 、これに伴ってですね、今まで非常に高額だったテレビの CM スポット料、はい、これが下がってきて、15秒スポットの CM が比較的安価に打てるようになってきたと。へー。そうすると限られた時間でいかに視聴者の興味を引きつけるかっていうところになった時に、うん、やっぱりキャッチーな曲、うん、これを繰り返し聞かせることで、うんうん、訴求効果があるんじゃないかということで、うん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 、でこれのまあ引き金になったのがやっぱり角川のまあ野生の照明とかですかね、町田芳人さんの、はい、はい、うんうんうん、はい、でこれとあと同時期にサタデーナイトフィーバーというディスコ映画が公開されて、はい、うんうん、でこれでサントラが売れると映画も当たると。それまでその映画のサントラがアルバムごとそんな売れるなんて、スターウォーズぐらいですか ね、 ね、 そうなんですね、ですね、なかなかないということがあったから、はいはい、でこれでですね、一応その前にロッキーのテーマが大ヒットして、あ、でこれが延々洋楽ベスト10番組の第1位に、うん、居座ったことがあったんですよ。そうするとそのたんびにロッキーのトレーニングシーンのフィルムが流れると。おーおーおー。でそれを僕らは小学生の頃見てたんですけど、うんうん、これを見てやっぱり洋楽番組でも映画の宣伝が可能なんだと、うん、確かにそうですね、いうところにみんな気づいたわけですね、うん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 、でそれでこういうふうに洋楽的なテーマ曲を打ち出すようになってきたということになります。はい。で、まあ、その、じゃあ、特徴として、他のそのね、はい、最近のいろんなのと違う特徴みたいなのがあるんでしょうかね。そうですね。当時は、
非常に洋楽が今以上に僕らにとって身近だったんですよ。例えばベイシティローラーズとか、うん、海外のアーティストが結構アイドルっぽかったりして、うんうんうん、日本オリジナルでね売れたいなんか多かったですもんね、はいはい、でその感じだったの でそれと当時はやっぱり洋高法廷という言葉があったように、うんうん、洋画が高級、邦画はちょっと暗くてダサい、うん、みたいな感じがあったので、映画の世界でね、はい、この楽曲の特徴としてあくまでも洋画の宣伝のための楽曲なので、うん、日本臭さは極力消す傾向にありましたね。なるほどなるほど。そのために歌い手の名前を匿名性にしたりとか、うんうん、あとは最悪作詞作曲者を伏せるとか、あなんか、ね、よくわかんない外人名になっているとか、はい、そうなんですよね、うんうんうん、はい、要するにところノイズとなる邦楽っぽさ日本人っぽさを極力排除するというそれがもうすごい日本っぽい話だったのがいいですけどねすごいでしょ日本人っぽさを排除するっていうのがすごい日本人っぽいっていう、これいいですけどね、うん、だからあくまでもその素性を消すためにこれは正式な主題歌なんですよってこう見せるために、うん、歌詞も英語という、うん、さっきのマイケル田中みたいですね、はい、まあ、田中のだけいいですけどね、はい、でもやっぱりなんかいかにもね、はい、向こうでもその入ってるような感じしますもんね、さっきの曲パッと見聞いてやっぱり外人が歌ってるから、うん、あ洋楽って思っちゃうんですね、うん、でも向こうの正式な、ね、そうそう主題歌なんだって思っちゃうけど、はい、そうじゃない、そうなんですよ、なるほど、という感じが多い、はい、ということですかね、はい、まあ、ちなみに今でもね、だからそういう意味で今でもタイアップ日本オリジナル主題歌みたいなのありますけど、ありますね、はい、でもまあとはいえ例えばこの間マッドマックスだったら、はいはい、マンウィズミッションねやったりとか、はいはい、でも日本のグループだったりしますもんねやっぱね、そうなんですよね、で、うん、最近多いのは日本語吹き替え版に限定して、はい、エンディングに日本語のアーティストをかけるとか、はい、リトル、プリンスも松田聖子さんの曲 ね流れたりしてましたけど、はい、それはね、まあ、ある意味ちゃんと日本人の観客向けっていうことだから、そうじゃなくてなあたかも元々こういう曲が流れてるんですよ風なものを、しかもそれが本編にの最後にくっついちゃうでしょ、もう見た人わかんないですよね当時なんか、まあ、当時ネットないですからね、はい、僕らもしばらくそう思ってましたから、うん、だからテレビ放映であれないねっていうのが、うんうん、みんな気づいたきっかけなんじゃないですか、ね、はい、とかね、あとで DVD 見たらあの曲ないよみたいな、はい、うん、はいはい、ということで、はい、じゃあその時映画館で見たっきりの人は今日勘違いが正される可能性があるという、そうですね、もう見た世代の方にとっては非常に懐かしい曲がかかります、うん、はいはい、そしてなおかつあれですね、とはいえ映画のその洋画の立派な洋画のその一部感を演出するためのものなので、さっきもオープニングでも言いましたけど、いわゆるそのパッと聞いて珍品感とかはないってことですね多分ね、そうですね、っていう、うん、おう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 、いい曲じゃないっていう感じ、まあ、あの映画、はい、まあ、みたいな感じがするという、まあまあ、この絶妙なね、微妙なリアクションというのがね、はい、ポイントかもしれませんね。そうですね。はい、さあ、ということで、どんどんじゃあ、松田由美さんでした。リトルプリンス、失礼しました。はい、はい。失礼いたしました。はい。ということで、ごめんなさい、間違えました。はい、ではですね、早速曲を聴きながら、はい、どんどん、解説を伺いていきたいと思いますが、はい、そうですね、じゃあ、まずですね、はい、やっぱりもう去年話題になった怒りのデスロード、はい、これのオリジナルというかオリジンといいますか、はい、マッドマックスの一作目ですね、オリジナルの、はい、はい、一作目、こちらにも当時劇場限定ですけども、これ何年公開でした、79年ですね、79年公開、はい、はい、マッドマックス一作目、マッドマックスの主題歌、この時はだってまだ、まあ、オーストラリア映画ですし、はい、ね、ほとんどもうその金をかき集めて作ったような小規模映画ですから、もう海のもの全く分かんないですもんね。そうです。これね、当時正月映画として12月に公開されたんですけど、ね、情報が入ってきたのが12月ぐらいだったんですよ本当に、うんうんうん、で僕らもすごいカーチェイスの映画としか知らされてなくて、うんうんうん、主にテレビスポットでこの曲がかかってるのを聞いてかっこいいと、ほー、曲がやっぱりフックになったんだ、見に行ったということです、はいはいはい、はいはい、なるほど。ではじゃあちょっと曲を、そしてまず聞いていただいた方がいいですかね。これがマッドマックスの一作目のエンディングじゃなく流れたんですか、これは。オープニングとエンディング。オープニングも流れたんですか。オープニングね、30秒ぐらいですけど実際流れたんですよこれ。ほー。後でちょっと説明しますけど。はい、はい、わかりました、はい。じゃあ実際曲聞きますかね。聞きましょう。はい。じゃあ曲紹介お願いします。はい。はい、マッドマックスの主題歌、Rolling Into the Night です。はい、ということでお聞きいただいているのは、1979年一作目の映画マッドマックス公開時に日本オリジナル主題歌として作られた Rolling Into the Night。 これ歌ってるのは、はい、どなたでしょう。皆さんね、串田明ですよ。なるほど、串田明さんですよこれ。ギャバン、ギャバンの前ですからねこれ、はい、ちなみにこれ全曲ね英語詞ですけど、はい、今日スタジオ遊びに来てるですね、MIT 教授イアン・コンドリーというね私どもの友人がですね、これを聞いて全くネイティブ
が、ネイティブスピーカーが歌っている感じと聞いてもおかしくないって、要するにその英語としておかしくないっていうふうに言ってますよ。さすがですね。はい、さすが、くし田マジック。だそれは、そんな曲がね、それ、普通に本編にくっついて流されてたら、それはセットだと思うわ、これ、正式に。確かに思いますよ、ね。歌詞のね、内容もちゃんと、マッドマックスにしてくれて、世界観踏襲してますから、ね。ちゃんと合ってますもんね。はい、なるほど、なるほど。いや、よかった。はい。でもこれ本当にですね、はい、当時、まあ、これがセットだとね、思ってる人も結構多いということなんですけど、はい。はい、ちょっとこれのエピソード、当時の制作スタッフに話を聞いた。マッドマックス。おところによると、劇場公開当時、この曲が入ったレコードを新宿の上映劇場から駅への帰り道に路面店で販売したところ、かなり売れたと。最終的にはなんと約30万枚の大ヒット。おお。だって。大ヒット。大ヒットじゃないですか。マッドマックス。すごいですね。でもね、これやっぱ今回、竹口さんこういう形で改めて紹介しなかったら、はい、やっぱその歴史に埋もれていくことですからね。ですよね。これ本当に名曲なんですけどね。うん、はい、素晴らしかったですね。でもね、はい、ちょっとハードボールとかもありつつ。ありがとうございます。はい。さあ、じゃあどんどんこんな感じで、はい、日本版。あ、ちなみにこれ、なんていうんですかね。当時の反響とかどうなんですかね。当時はでもこれこういうもんだと受け取ってるから反響もないですね。当時ですね、これ正月映画として公開されまして、同時期に公開されたのは007ムーンレイカー、うんうんうん、これね、ムーンレイカーより当たったんですよ、マッドマックス。ああ、はいはいはい、はい、おだからそうなんだ、ムーンレイカー、それは本当にこの曲の影響ですよね。なるほど、 CM でこれが流れて、当時テレビスポットでこれがサビの部分が延々流れて、うんうん、はい、本当かっこよかったんです。なるほど、それでみんな釣られて見に行ったという。僕ももうとにかく小学校当時5年の時かな。そうですか、はい、鈴木くんっていうね、はい、まあ、エロとバイオレンスには目がない鈴木くんの正しいですね。男として正しい。鈴木くんがもうとんでもない映画見たってマッドマックスをね押してくれたのすごく覚えてますね。素晴らしい。さあ、じゃあどんどん行きましょう。はい、次の曲、はい、2曲目ですね。こちらの方がですね、まあ歴史的にはですね、はい、もう日本のこのオリジナル主題歌の確立したと言って、なるほど、過言でもない。日本のオリジナル主題歌、記念すべき第一作と言っていいでしょう。主題歌界のもうクラシック、中のクラシック、はい。はい。これはですね、映画、ナイル殺人事件主題歌、ミステリーナイル。出た僕もう、名曲てかね、アガサ・クリスティ一連のあれは、その、これついてないと見た気しないですよね。この間の NHKBS でやったのを見た人が、なんで主題歌ないじゃんって言ってたんですよ。ですよね。これ結構強烈ですよね。これね、いいですよ。この曲は本当いい。はい。じゃあもう早速行きましょうかね。はい、行きましょうか。映画、ナイル殺人事件、日本版主題歌ミステリーナイル。音色にね、時代感が出てますね、はい、ナイル殺人事件に、まあ、日本版オリジナル主題歌として付いたミステリーナイルを聴いていただいてます。これ歌ってるのは、はい、ですね、クレジット上はサンディ・オニールっていう風に記述されてるんですけど、うん、サンディ・オニールって誰だよ。実際これサンディさんっていうですね、スペイン人と日本人とのハーフで、日本で歌手として、うん、活動してた方ですね。サンディ&サンセッツの、サンディ&サンセッツボーカルと言ったらお分かりになる方、サンディ&サンセッツのサンディさん。そうです。そう言ってください、早く。おなるほど、なるほど、はい、ちなみに、ですね、イアン・コンドリーの、ネイティブ発音ね、発音判定、こちら丸、OK! よっしゃー、来ました。さすがサンディさん、さすがに。ちなみに先ほどでヤングゼネレーションね、主題歌をオープニングでかけましたね、マイケル・田中さんの発音はダメという。はい、申し訳ございません。マイケル・田中さんも何十年ぶりにこれね、掘り起こされるとは思わなかったと思うんですけど、ね、本当すいません、はい、これね、でも非常に印象深いですよね、当時の公開のあれとしてはね、イントロからして本当に何か起きそうっていう不穏な空気、うん、しかしでもアガサ・クリスティにしては安、なんていうの安いっていうか、なんていうの、なんかチャラい音速っていうか、これがやっぱ時代感ですかね、やっぱね。そうですね、しかもこれ全編英語詞なんですけど、はい、言ってることはですね、なんかナイルに行ったらやばいことが起きるから気をつけてねっていうのを繰り返し言ってるって、確かに、なんか中身言うわけにもいけませんからね。ビーウェアですからね。はい、はい、ということでナイル殺人事件こうなんだけど、はい、これ要するにこれで味を占めたのか、はい、しばらく続きますよね、アガサ・クリスティものね。そうですね、アガサ・クリスティものにですね、まあ何作か続けて、そもそもアガサ・クリスティものが続きましたよね。まあもちろん元はオリエント急行ね、はい、殺人事件とかの人だったんでしょうけど、ね、はい、ナイル殺人事件続いて、はい、続きましてこちらのですね、次ですね、クリスタル殺人事件の主題歌、はい、ミステリーシャドウです。僕ね、世代的にはね、これっちが何年ですか。これがね、何年ですか。80年、日本国で81年です。80年ですね。80年、はい、1980年、はい、僕はこの辺からやっぱそのちょっと覚えてますね、しっかり覚えてるのはね、はい、僕もね、これはね、予告編を実際に映画館で見てます、うんうん、
っていうのは、007 Your Eyes Only と同時期の公開だったんですよ。007ばっかりじゃないですか。え、いや、基本ですから、007。はい、はい。Your Eyes Only のタイミングでこれがかかってたので。そうなんですよ。で、うん、行くたんびにこの予告編が流れて、全編この曲が流れっぱなしだったんですよ。うん、それがすごいかっこよくて。はいはいはい。はい、これ歌ってるのは、マリー・ルーさん。はい。あ、実はこれ共作されてまして、うん、もう一本、ジェーン・カルメンさんが歌ってるもう一枚出てるんです。おお、なるほど、なるほど。同じ曲で。それだけヒットしてるんですよ。へ、はい、じゃあ早速聞きましょうかね。はい、聞いちゃいましょう。映画クリスタル殺人事件よりミステリーシャドウ。ミステリーシャドウ。これを耳につきますよね。これ当時ね、僕ら世代はね。いやー、いい曲です。はい、クリスタル殺人事件、日本オリジナルシャドウ。はい、でも、すごい、なんか、ちゃんとしてるっぽいですよね。洋楽っぽい。ネイティブ判定、イアン・コンドリーよりネイティブ発音判定、こちらも OK、マリー・ルーさん。よし、もらいました。はい。よくできてますよ、はい。うんうん。はい。ということで、まあ、はい、僕らの世代は非常に印象に深いんでしょうかね。ミステリーシャドウでございます。はい、さあ、こんな感じで、まだまだアガサ・クリスティも続くんですよね。そうですね。これね、81年ミステリーシャドウから、翌年ですね、今度82年。うん、これがね、地中海殺人事件。もう、いろんなナイル、クリスタル、地中海。クリスタルって何だって話ですね、こう並びでくるとね。もうね。はい。はい。ということで、じゃあ地中海殺人事件の、まあ、あれもあるわけですけど、はい、うん。こちらの主題歌は、なぎさのミステリーというですね。ほうほうほう。ちょっとね、ここでね、タイトルに漢字が入っちゃったんですね。まあ、日本語が。ね、確かにね、はい。ちょっとこれでちょっと嫌な予感したんですけど。おう、これどんな曲だったかな、はい、ミステリーシャドウは覚えてるんだけど。はい。これね、僕もほとんど記憶にないっていう。ほう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 。ちょっとね、これ聞いてもらった方がいいですかね。わかりました。では、映画、82年の作品ですね。地中海殺人事件より、なぎさのミステリー。どうぞ。はい、地中海殺人事件の、日本版主題歌、なぎさのミステリー。ね、竹口さんは非常に不安がっておりましたが、はい、イアン・コンドリーによる発音判定、こちら、発音いいねという、むしろ、サムズアップでございまして。お、意外というか、なんというか。そうなんですね。今まで一番いいって。おお、じゃあ今までも微妙だったんじゃねえか。キャシー&カレンという。はい。女性二人なんですかね。そうですね。イアンさんの判定に逆らってですね、実はこれで、アガサ・クリスティものの主題歌、息の根止められたという。主題歌シリーズは止まった。はい、てか、アガサ・クリスティもの多分こんぐらいで止まっちゃったんじゃないですか。この後ね、死海殺人事件とか。そうか。そして誰もいなくなったはでも作られたのもうちょっと前ですもんね。舞台を砂漠に移して、サファリ殺人事件っていうのがあって。まあ、あんまりちょっとパッとしなくなってきたって感じなんですかね。わ、はい、かりました。まあ、ちょっと曲調がね、日本の歌謡曲っぽいよね。前日作とちょっとあまりにも、うん。さっきのミステリーシャドウの完全な洋楽感とはやっぱちょっと違いますよね。上がる感じがなかったですね、これちょっとね。はい。さあ、ということで、どんどん行きましょう、はい。はい。またちょっと次もあれですか、評判悪かったものですか、じゃあ。そうですね。ナイル殺人事件で、せっかく確立した、日本のこの文化なんですが、はい。実は、この後に続きましたですね、はい、ビッグウェンズデーの、はい。サーフィン映画の名作ですね。もう、ジョン・ミラーね、はい。こちらのエンディングにですね、例によって日本語版主題歌をつけたところ、はい、なるほど。これが大不評。大不評。もう、当時の映画雑誌の投書欄に、うん。もう余韻が台無しという投資が山のように来たというですね、うんうん、ほうほうほう、もうタイトル言っただけでもですね、当時の世代の人には非常にトラウマの曲になっているとい、なるほど、これでも僕そのリアルタイム感で知らないですね、やっぱりね、はい、1978年アメリカ公開は日本公開1979年なの で、はいはい、タイトルですね、これ全部日本語なんですけど、心に海をという、心に海をというタイトルです。もうなんか地味なフォークなんじゃないのみたいな感じがもうすでにちょっとね、はい、はい、漂ってますけど、はい、こういうビッグエンズデーだったらね、サーフロックとかそういうんじゃないのみたいな。そうなんですね、うん、で本当に当時見た観客の期待を裏切ったというか、はい、この曲に対しての拒否反応は本当に僕も覚えてます。まずだってそのビッグエンズデー当時ね、見に、はい、今以上にもう要するにそのカリフォルニアのサーフィン文化っていう、もう日本、もう非日本的なるものに浸りたくて行ってんのになんか突きつけられちゃったって感じなんでしょうね。現実に引き戻すなって感じじゃないですか。今以上に多分その落差っていうかね、その拒否感は強いかもしれないですね。はい、じゃあちょっと聞きますか、これ。聞いちゃいましょうね、これね。はい。はい、じゃあ、行ってみましょうか。映画、ビッグウェンズデーより、これ歌ってるのはどなたなんですか、はい、川崎龍介&メロディー。はい、という、3人組なんですかね、男性ですかね。行ってみましょう。心に海を。いやね、いや、川崎、その、龍介さんの、その、名誉のために言っておくならば、曲単体として別にいいですよ。素敵な。僕もね、この曲好きなんです。素敵な歌ですよ。はい、ただ、ビッグウェンズデーの後にこれは聴きたくないですよね、やっぱね。ね、問題は、曲調もさることながら、歌詞ね、これさ、
なんていうの、海原っていうかさ、はい、船出の歌じゃないですか、これ。サーフィンだからさ、サーフィンですからね。そう、海っていうところで、あれになんかその、船の歌にしちゃったったりとかね、その辺でもやっぱ、誰得感が出ちゃってますよね、これね。若大将官ですよね。こちなみに川崎龍介さんという方。はい。あ、別のことでも言うね。ご存知の方多いと思うんですけど、はい、これ、太陽戦隊サンバルカンの初代バルイーグルですね。おー、はい、そうか。バルイーグル役の方ですよね。はい、どっちが先ですか？こっちが先だよね。そうね。先ですね。そうですよね。あ、さっきもこんなことやってたんですね。放火者だったんですね、川崎さんね。はい、なるほど、なるほど。ということで、でも、今時だってね、誰得日本主題歌ありますからね、はい。ちょっとこれ気をつけていただきたい、ね。そうですね。これをいい教訓にしていただきたい、ね。曲はいいんですけどね。曲好きですよ。はい。さあ、どんどん行きましょう。はい。はい、こっちは、次はこれあるじゃないですか。もうね、これで失敗したんですけど、うん、この後に、うん、この、もうね、僕たちにとってのアンセムですね、これ。はい、この曲が登場したことで、再び、日本のオリジナル主題歌文化が。はい。活気づくという。何でしょうか。こうタイトル言ったらみんなラジオの前でキャッホー言うんじゃないですか。うん、はい。水拳ドランクモンキーより主題歌カンフージョン。機長。玉袋筋太郎さんと飲んだ時にこの曲に乗せて踊り狂っていたというね。素晴らしいですね。水拳ドランクモンキーの日本版オリジナル主題歌カンフージョン。はい、ね、憲法混乱とかでカンフージョン。はい、もうね、これはもうクラシックというかね、もうその筋にはね、はい、名曲として知られておりますが、はい、これ曲はどんな感じで作られてるのは誰のだったんですか？これはですね、タマフルでも特集されたと思うんですけど、佐久間正秀さんですね。おうおう、佐久間さん。はい。ちょうど四人囃子からプラスチックスに移行するあたりで作られています。なるほど。じゃあちょっとテクのない予感も入ってっていうことですね。1979年ってことですもんね。はい。はい、ということで、はい。これでもオープニングで流れてバッチリだったんですよね。あ、もうね、動きとバッチリ合ってて、うん、曲に合わせてジャッキーが踊ってるようにしか見えないっていう。もう一番理想的な、それとくっつくことによって、また、素晴らしかったですね。本当にこれは素晴らしかった。パターンなんじゃないでしょうかね。はいはい、ということで、竹内さん、あっという間にちょっとね、時間が、ね。こんな時間になっちゃいました。来てしまった。最後にじゃあちょっと一曲聴きながらね、はい、お別れのご挨拶したいと思います。今、これから聴くのは何ですか、これは。もうね、僕、本当大好きな、この、リトルロマンスのね、はい、イメージソングで、サンセットキス。はい。はい、これも、日本のオリジナル主題歌、サビーネさんという方が歌われてる。はい、あ、違う、フィーチャリング、あ、違うか。パオさん、パオさん、これ曲、はい、サビーネはあれだ。パオっていうグループなんですよ。はい。パオっていうグループ。おう、なんか外男女の2人なんですかね、はい、はい、これはどんな感じのあれなんですか。これはですね、まあ、リトルロマンスっていう、まあ、ジョージ・ロイ・ヒルの ね映画ですけど、いい映画なんですけど、はい、こちらのイメージソング、サンセットキスなんですけど、これは本当に売れまして、うんうん、でシングル版が3種類出てるんですよ、はいはい、そんなに出てる、はい、共作みたいな、インストだけのも出たぐらいなんですね。へえ、非常にですね、僕、これ、実際見に行ってないんですけど、これはね、本当よく覚えてて。リトルロマンスは見てないけど。見てないんです、見てないです。これは知ってるという、ね。テレビスポットでこれが繰り返しかかっていて、やっぱり中古レコード屋さんで探して買ったりとかしてました。はい、じゃあその名曲中の名曲、サンセットキス、聞きながらちょっとお知らせごと、竹口さんお願いします。そうですね。ですね、先ほど言いましたように、今、日の出出版さんから、俺たちの007絶賛発売中です。はい、で、昨年末に発売されました、今崎明義監督の新作映画、彼女は緑の光に彼を思う。こちらの映画の方で私、声優デビューをさせていただいてますので、レンタル屋さんで見かけたらぜひ、お買い上げください。友達の入江優監督が、はい、3月に新しい作品を撮りまして、はい、太陽ですね、4月の23日に、太陽がついに公開されますので、はい、これ早くも彼の最高傑作という。はい。僕、映画秘宝のベスト10にもう入れちゃいました。はい、ありがとうございます。はい。まさか出てる？いや、出てないです。これは出てないです。はい。はい、太陽。なんでそれ、入江さんの宣伝じゃないですか。はい、ですね。竹内さん、じゃあまたちょっと、新企画ね、まだまだ構いますから、ね。こちらこそ。よろしくお願いします。